では台風10号の進路について気象予報士の角田さんの解説です。はい、お伝えします。台風10号は今朝強い勢力で鹿児島県の薩摩川内市付近に上陸しました。ではまず今後の台風の進路予想から見ていきます。台風10号は九州をゆっくりと北上しています。今夜以降は進路を東寄りに変えて西日本を横断する予想です。新潟県内には週明け以降近づく恐れがありますが、ご覧のように予報円が大きく進路が定まっていない状況となっています。ただ今回はこの台風が近づく前から南からこのように暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は大気の不安定な状態が続く見込みです。雨の降り方に注意が必要です。